右手中指を亀裂骨折に指揮官、元気だ、ドジャースマリナーズ、日時間20日ロサンゼルスドジャースのフレディ・フリーマン、内野手が19日、日時間20日、4度コロチで行われるマリナーズ戦に、3番、1塁で、スタメン出場する。右手中指を亀裂骨折しているにもかかわらずの出場。試合前、デーブ・ロバーツ監督は、フレディは元気だ。右手中指の亀裂骨折。フレディは痛みに強い。守備でのスローイングに影響ないはずだと明かした。フリーマンは17日、同18日の敵地、カージナルス戦に3番、1塁で出場したが、守備中に打球を右手に受け、途中交代。指揮官は、X 線検査で骨に異常がなかったことを明かしていたが、18日、同19日の試合を欠場していた。この日に亀裂骨折が判明した様子だが、負傷者、リスト、イル入りの可能性については、ほとんどなかった。彼は、大丈夫と言って譲らなかった。彼が言うことは信頼できると話した。チームはこの日、ロースターを大量7人の入れ替え。マックス・マンシー内野手、トミー・エドマン内野手が、負傷者、リスト、イルから復帰した。フルカウント編集部。